はい、カメです。今回なんですけども、まあ料理ですね。まあ僕がおすすめする、まあご飯なんですけども、まあちょっと、いつもね、僕が使ったやつ持ってきました。持ってきたっていうか揃えてみましたね。まあ、トルモ弁当とかみんな知ると思うんですけど、まあその焼きスッポンとかね、ディラピアとか、あんまり知られてないやつっていうのをね、まあちょっと今回検証していきたいと思います。ドベでね、雪山です。でまあ、早速なんですけどもね、まあ、上の雪山の方が、まあ、石とか物資とかが、まあ、いっぱいあるんでね、いっぱいあるっていうか取りやすいんで移動していきましょう。でちょっとですね、ここで行ってる間なんですけども、まあいつも通りやってきたでね、こいつ何もんや。うん、もうめっちゃ見てるし、超見てる。まあいいや、ほっといて。でですね、勢力値をちょっと上げときましょうか。検証しやすいです。で、まあ、まずディラピアなんですけども、まあ、効果は、まあ、そうですね、まあ、石、採掘速度とかね、一番採掘速度アップが、まあ、僕の中でお目当てですね。はい。で、まぁ、ちょっと一回やってみましょうか。これ全然ちゃいますよ。まぁ、なんていうかね、その動画で見てたらあんまりわかんないですけど、実際にやってみると、あ、ちょっと早くなったみたいな感じになりますね。とりあえずは。そうですね。ちょっと早くなったかな、みたいな。まあ、それによって、その最終熟練度の、スピードとか、まあその、量は上がらないですけど、まぁ、クリティカル出ることによって、まあ、上がるんでね、最初に出てくるんだっていうのは。うん、それと、まあ、その速度が上がってるんで、最終してるね。そう、これで効率が良くなったっていう。どんどん掘っていきましょうか。そうですね、まあ、これで結構上がりますね。うん。まあ、その、ご飯は結構大事ですね。そう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 。まあ、どうなんかな、みんな結構食べてるんかな。はい。で、ちょっと一回検証してみましょうか。気を切ったとき。まあ、これぐらいの速度で、まあ、僕的にはだいぶ遅く感じますね。これやってるとき、カンちゃんが。で、これやると、ちょっと、これ腕のキレが良くなったみたいな、プレイヤーの。うん。で、まあ、そうですね。次なんですけども、焼きスッポンですね。最終熟練度が上昇します。8%。うん。まあこれただ単純に最終熟練が上がります。獲得できるね。そうそうそう。まあクリティカル出たらね、結構上がるんですけど。うん。まあ268っていうことで。そうそうそう。で、まあね、普通にその最終熟練のこれを食べておくと、まあその、300とか行くんで、普通に。時間は、あ、まあ、全部で10分ですね。まあ、今ちょっと2分ちょっと経ってしまったんで。で、作り方。で、作り方なんですけども。はい。まず、これからね、まあ、作り方。お、まあ。作り方は、果実、野菜、肉、キノコっていうことで、まあ、かぼちゃはまあ、ドベとか、まあ、果実はイチゴがおすすめですね。はい。で、まあ、肉とかはまあ、普通に白木の格子とか手に入るんで、まあ、キノコもね、普通に白木の格子に入ってるんで、まあ、それ取りましょう。はい。で、続いてなんですけども、ディラピアはね、普通に野営地のところで、釣りするところでね、普通に取れるんで、まあ、これは釣り放置でいいかなと。これ普通に釣り放置してたら、まあ、結構手に入るんで、暇な時間とかね。で、あと、まあ、多分一番みんなが知りたいやつ、焼きスッポンですね。これも、普通に、この野営地の釣るところで釣れます、普通にね。なんでね、まあ、釣り放置ということで。そうそう。まあ、釣り放置結構やりましょう、みんな。やりましょう、みんなって言うから。
その、まあ、やっといた方がいいです。やっといた方がっていうか、まあ、そのデイリークエストとか全部終わった時にもうちょっと暇やなっていう時にやりましょう。でまあね、まあ、他にも建築に与えるダメージ上昇とかあるんで、そうそう、でこれ必須なんですよ。これ絶対作りましょう。これ特殊感染体とかね、まあ、これについての動画出してるんで見てください。はい、まあまあまあ結構面白いですよ。でまあね、今回はこんな感じでした。まあ結構みんなも使ってください。それではですね、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。